全国の高校生がダンスパフォーマンスを競う選手権大会が先月開かれました。優勝したのは蕨市にある武南高校の蕨ボーイズです。ジャズダンスやコンテンポラリーダンスなど各校がさまざまなジャンルを披露する中、武南高校はブレイキンで195チームの頂点に立ちました。ブレイキンで大会を制覇した学校は12回の歴史で初めてです。今夜はスタジオ生出演で日本一のダンスを披露します。はい、ということで今日スタジオにはワラビーボーイズの小与田博樹さん、長谷川シルバさん、そして佐久間遠衣さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワラビーボーイズは先月開かれた ABEX 主催の高校生のダンス選手権で全国195チームの頂点に立ちました。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしいです。今率直にどんなお気持ちでしょうか？そうですね、めちゃめちゃ嬉しいです、はい、そして支えてくれた保護者の方々や一緒に頑張ってきた部活の方々、OB、OG の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。そうなんですね。では今回ワラビーボーイズが優勝した大会はダンスのジャンルに指定はありませんでした。大会では漢字2文字のテーマを自分たちで考えていかにダンスで表現するかが審査されるんですね。またダンスの技術力や独創性も問われます。でワラビーボーイズが選んだテーマというのが和風の和に勢いと書いてワッショイなんだそうです。ブレイキンのパフォーマンスを披露して全ての評価ポイントで最高点を獲得しました。ブレイキンを披露したチームが優勝したのは初めてということなんですが、これについてどう思いますか？いや、もうなんかもう我ながらもうドヤ顔って感じですもう超嬉しいし、もうなんかやったって感じですよね。もう超嬉しいしか言葉が出なかったですね。素晴らしいですね。優勝した瞬間、練習で大変だったことはなかったですか？はい、そうですね、ブレイキン、僕たちやってるブレイキンは他のジャンルとは違って体力的にきついことがあるので、その1本通すだけできついってなっちゃうんで、無駄なないような1本するような練習が大変でした。体全身を使ってますもんね。ワラビーボーイズの皆さんは武南高校のダンス部に所属しています。2000年に創部した武南高校ダンス部、現在は男子23人、女子84人の合わせて107人が所属しています。全国大会の常連校でこれまでにも数々の賞を受賞しているんです。はい、トロフィーがそびえ立っていますけれども、うん、輝いてます ね日本一になった皆さんがですね、普段一体どんな練習をしているのか、おとといダンス部を取材しました。さあ、それがこちらです。今皆さんこれ何をやっているんでしょうか？小枝さん、これは名前を呼ばれるときに体幹トレーニングをしてて、これはあの例えば踊るときにターンするときとかに軸がぶれないようにその軸を作る練習をしている、筋トレのようなものです。長谷川さん、あの107人部員がいる中ずっと、ね、名前を呼ばれている間体幹トレーニングするのってものすごい大変じゃないですか？いや、マジで大変ですね。でまあ、本当つらいですよね。結構きついし、ね、まあでも軸が作れるんで結構大事だなと思いますね。なるほどね、もう本当基礎というところなんですね。で今映像変わりまして、こちらダンスの練習風景です。ブレイキンのチームは大半が男子なんですよね？はい、うん、そうです。武南ダンス部の男子部員は全員ブレイキンをやっています。なるほど。ということは皆さん、あのブレイキンがやりたくてダンス部に入ったということなんでしょうか？小枝さん。そうですね、僕はもともとブレイキンがしたくてこの武南高校に入ったんですけど、他のみんなはブレイキンが未経験でみんな何も知らない状況で入ってきてる、ダンスの普通のダンスの経験者はいたんですけど、まあブレイキンはみんな初めてってことだったので、高校で思い出作ったりとか青春したりとか、そういう人たちもいました。なるほど。長谷川さん、あの他のダンスをね、正直やりたいなって思ったこととかはないんでしょうか？いや、マジでありますね。やっぱ初心者から俺は入ってきてて、うん、でこのトーイっていうね、はい、このヒップホップ鬼うまい同期がいて、まあ本当かっこいいしやりたいなって思うことはめっちゃありますね。その中でブレイキンを極めてるということなんですね、はい。
一方でワラビーボーイズには女性部員も所属しています。3年生の向山真奈さんです。もともと昔からダンスを習ってたんですけど、武南高校でブレイクをやってるって知って、新しいジャンルに挑戦してみたいなって思ったのでブレイクを始めました。最初はそのなんか男のノリみたいなのとかよく分かんなくて、もう体力とかメンタルとか辛かった時もあったけど、みんなが支えてくれたし、うまいって言ってくれるから、それが自分の支えになって3年間続けてこれました。ブレイクってバイブスだと思って、気持ちで負けないって思ってみんなで踊るところが本当に楽しくて魅力だと思います。向山さんは唯一のチーム唯一の女子部員なんですよね。どんな存在ですか？はい、まなみはワラビーボーイズの真面目担当で、自分たちがふざけてる時も、まあ、一緒にふざけてくれて、うん、それでもふざけすぎてる時は、まあ、正しい道に引っ張ってくれる、いい、とても尊敬してます。欠かせない存在なんですね。そしてブレイキンの振り付けは誰が考えているんでしょうか？そうですね、振り付けは僕とトーイでやってるんですけど、その土台を僕たち2人で固めて、その土台作ったものをみんなに聞いて、そこから修正を加えてもらう、みんなに修正を加えてもらって、どんどんいい作品にしていくっていう流れです。役割分担をしてやってらっしゃるんですね。はい、そうです。顧問の先生もいるかと思います。どんな役割を担っているんでしょうか？俺らがちょっとやる気なかった時とかに、もう一気にボーンって喝入れてくれたり、まあ客観的視点で俺らの作品に言ってくれたりするんで、すごいそういうところは助かってますね、いつも。なるほど。じゃあそんな先生はどんなことを思っているのか、今回はダンス部の顧問であります宮谷一樹先生にもお話を聞いています。生徒たちが自分で考えて行動するっていうところをすごく重んじてて、で、一つ一つやっぱり創作することで、自分たちの考えも深まってきますし、何か行動を移すって時にも一歩早く動ける人間になるんじゃないかっていうので、普段からそういった指導をしてます。いや本当すごいよくやったなっていう感じですね。やっぱり彼らが自分たちで考えてやって掴み取った結果なので、もう本当に子たちが涙して立ってる姿を見た時が一番嬉しかったですね。その賞を取ったってことより、彼らがすごくそこに達成感を持って喜んでくれたことが嬉しかった。やっぱりこう先生、部員の自主性を重視しているというお話もありましたけど、優勝した時のダンスも皆さんが考えたということなんですよね。はい、うん、そうです。大会作品はもう僕たちが振りを作って構成も考えてっていうことをやってるんですけども、まあ、生活面だったり、その大会を客観視してくれる顧問の先生にはむちゃくちゃ感謝してます。いつもありがとうございます。いい生徒さんたちですね。ということですね、今夜はこちらの3人がこの後スタジオで実際にブレイキン披露してくださいます。お知らせの後お楽しみに。今夜ワラビーボーイズが披露するのは、番組のために3人が考えたスペシャルパフォーマンスです。見どころは表現力と技術力、そして独創性です。メンバーたちの精神をかけた渾身のパフォーマンスをお楽しみください。
強さが素晴らしいですね。かっこいいです、ね、ありがとうございました、はい。わらびボーイズの皆さんはですね、来週21日に全国大会を控えているということで、最後に意気込みをお願いします。そうですね、まずはこれからも全国優勝するために練習頑張って、皆さんにも感動のダンスを届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またさらなる、ね、優勝を勝ち取ってもらいたいと思います。わらびーボーイズの皆さん、これからも私たち応援していますので頑張ってください。今夜はありがとうございました。ありがとうございました。